養老山地は、農美平野の西方に位置する山地。養老山地の地形図西側の鈴鹿山脈の藤原、学から望む養老山地農美平野の西端に沿って、幅約 10km、延長約 25km にわたり、北部は標高800から 900m、南部は標高 400m 程度のピークが連なる。山頂付近は、新食小規伏地形の発達が見られる。 山地の主猟線は南南東北北西方向に沿っており、岐阜県、三重県境でもある。最高峰は長和竹。その他、北部の手法に養老山、最南部の手法に田戸山がある。養老桑名四日市断層帯による逆断層活動によって形成された山地である。養老桑名四日市断層帯を境に、西の養老山地側は隆起し、 東のビヒ平野川は沈降を続けている。これはビケ経ド運動に伴う断層運動であり、約200万年前の地層を観察すると、養老山地にあたる地域が平坦だったことがわかるため、この断層運動は約100万年前から開始していると考えられている。現在も断層運動は継続しており、運動速度は年平均0.5から1ミリメートルと、 推計されている。現在では、養老山地と農美部屋基盤の段差が2000の2500メートルに達している。山域の多くは、杉などの新葉樹林の植林地となっている。養老山地の東端は休憩者の断層崖けであり、崩壊が進んでいるため、洗浄地の発達が著しく、大小約30の洗浄地が生成されている。一方山地の西側は、 稲部川赤国に向かって関係者地形を成している。これは養老山地の東端が隆起を続けているので、山海全体が西側へ経道していることによる。国の天然記念物の多度の犬なし自生地の果実がついた犬なしの希食性は、ブナ、ミズナラ、シー、カシなどの常緑紅葉樹林が広がっている。山域の多くの区域で紅葉樹が伐採され、 杉などの新葉樹林の植林地となっている。生和、竹北斜面の一の瀬の本尺投げ群落は、1931年7月31日に、国の天然記念物に指定された。また、多度山の梨族犬梨群生地は、2010年8月5日に、国の天然記念物に指定された。養老山地に生息する、主な哺乳類には、日本ザル日本ジカなどがある。 養老産地の名称は717年の養老改元に由来する。同年9月、岩礁天皇が美濃国へ行行し、陶器群多と山にて、泉の水を飲んだところたちまち健康を回復したことから、同年11月、霊気から養老へ改元した。天皇が飲んだ泉を特定することはできないが、産地登録の滝がその泉に否定されるようになり、 養老の滝と称せられた。その直上の峰は元田芸山と呼ばれていたが、いつ頃からか養老山と呼ばれるようになり、それが山地全体の名称にもなった。山地南端の田戸山は新大山として古来信仰を集め、田戸大社及び神宮寺が営まれた。養老山地登録は観光地として開発され、1880年に、 養老公園が開園したほか、1970年には、伊比関ヶ原養老国定公園に指定されている。1995年、養老公園内にテーマパーク、養老天命飯天地が開園した。以下の源流となる河川の支流は、伊勢湾へ流れる。洗浄地を形成している。ありがとうございます。